美味しい？美味しい。じゃあモザイクかける。ハッピーバレンタイン。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、はい、今日は、はい、チョコが食べたいの。いや、食べたい。チョコが食べたいの。なんで食べたいの？バレンタインデーじゃん。もうすぐね。うん、まあ期待しておりますよ。俺は食べる方なのね。えぇ、嘘やん。食べる人なの。嘘やん。ほんとほんと。じゃあ俺も食べる人。食べたいの？いや食べたいね。買ってくればいいじゃん。で、そうそうそう、うん、携帯で見てたのよ。うん、なんかどういうチョコ食べたいかなと思って。ごめん、汗がやばいかも。うん、ちょっと拭いてもらっていい？なんでそんな汗かいてんの？で、検索してたんだけど、うん、これを作ってほしいの。いや、美味しそう。これ食べたいなって思って。うん、簡単なの？作り方じゃない。作り方とか見ないで、うん、今ので想像を膨らまして、うん、作ってもらいます。今回はありがとうございます。お願いします。俺、うん、はい、というわけでやっていきましょう。えい、終了。どうしたの？なんかついてる。歯磨き粉かもしれない。あ、なんとここに餅があるじゃんか。餅ね。チョコもある。すごっ。待って待って、あと、あ、片栗粉ね。はいはいはい。ココアパウダーはあった。揃ってました。すごいね。すごいね。なんであんの？奇跡だよね。ね、奇跡だよ。あ、シャンパンもあんじゃん。ちょうどよく。チョコレートといえばね、スパークリングワイン、はい、さすがです。ありました全部。うち何でもあるやん。多分この材料あれば作れるね。そうだね、うん、作れそうな気がする。じゃあやっていこうか。へい、ひょにょ。奇跡。あ、手元とか映らなくていいの？望むなら泣いてばかりいないで、幸せにはふさわしい。あ、これ BGM です。先生。はい、先生。お願いします。いや、わかんないのよ。いや、僕もわかります。どうしたらいいのよ。とりあえず餅っしょ。餅と、翔ちゃんは作り方知ってんの？知りません。知らない。知らない。待って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 。とりあえず、とりあえず、餅を切ってみる？なんかさ、溶かせばいいんじゃん、餅を。ちょっとスライスしてみる。あった。ちょっとやって。ちょっと切って。これをさ、ちょっと固めてみない？レンチンして、どれだけ柔らかくなるか。そうだね。うん。え？いいよいいよ、やってみようぜ。なんか水引いといた方がいいかもね。あー、確かにね。じゃがいもの容量ね。これをさ、水ペッペしたさ、ラップしてさ、ちょっと温めてみればいいんじゃない？とりあえずやってみよう。はい、そしたら、ちょっとこんな感じで小さく切ってみました。うん、はい。で、うん。一回濡らそう。一回濡らして、うん。これを温めたらええんちゃう？これはもう柔らかくなるでしょう。そうだね。うん。え、どれくらい？2分半。え、ちょっと様子見でさ、2分くらいやってみる。早っ。ひょにょ。溶けてる？溶けてるね。え、どれくらい溶けてる？あ、結構溶けてる。うん、結構溶けてる。あ、ほんとだ。お、いい感じじゃん。それヘラでいいんじゃない？ヘラ。こう？うん、そうそう。混ぜて混ぜて。おぉ、すごい。はい、すごい。なんか、あながち間違ってない気がする。ね、わぁ、すごいよ。うん。え、もうちょい温めなくていい？温めようか。温めた方がいい。ね、ちょっと温めてみる？もう一回くらい。もうちょっとさ。うん。そしたら、チョコレートもいい感じで溶けんじゃない？そうだね。うん。おいしい。1分くらい。1分くらい。あ、30秒でもいいかな。30秒くらい。うん。終了。美味しい。どう？お？あ、え、すごい。え、美味しそうじゃない？これをその中に入れるってこと？そう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 。ちょっとここに片栗粉。これで形作るんじゃない？うん。大福みたいな。お。よく、すごいね。ほら、お、気持ちいい。で、ここも出来上がりじゃない？丸めたら。見て見て。ほら、これをさ。丸めたらあれなんじゃない？うん。これ中に何か入れんの？え、これさ、包む？中に入れたらうまいんじゃね？うまいんじゃねえ説。この中に、うん。チョコを入れる感じね。ほら。え？ほら。よくできたな。美味しそうじゃない？うんうん。いや、
できたんだけど。できた。できたんだけど。やば。ココアは使うの？あ、忘れてた。そうだよね。これココア買わなければいいんじゃん、もう。え、ココアこっち？何？急におしゃれになったじゃん。ね。キックアップじゃん。はい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 。わあ。食べ。美味しそう。うまそうにできた。やばい。すごくない？これ。作り方一切見てないです。ねえ。すご。すごー。めっちゃ美味しそうにできた。ちょっと待って。まだ味がわかんないから。そうだった。ひょにょ。では、10食。いいよ。しょうちゃん先食べて。まあ、こういうの一口でね。うん。どう？うん。うん。どういうこと？食べてみたらわかる。うん。うん。うん。美味しいよ。あ、ほんと？うん。よかった。俺最初食べた時、うん。ちょっと、うんって思っちゃった。あー。粉がちょっとあれで。もうちょっと畑けばよかったかな。うん。美味しい。そんなに甘すぎなくて。うん。お餅だね。あ、美味しいよ、これ。うん。うん。うん。もう食べよう。うん。でもあれだね、これ。すぐ食べないとさ、うん。硬くなっちゃいそうだよ。うん。うん。終了。Thank you. 乾杯。美味しい。食べてみて。結局さ、落ち着くのよね。こういうの。お肉が落ち着くね。うん。甘いものもいいけどね。甘いものも。美味しい。これこれ。これこれ。これだよ。はい。美味しい。美味しい。なんか言って。言わないって選択肢もあるんじゃない？もしかして。え？そういうこと？うん。じゃあ、モザイクかける。何の？モザイクかける。何が何が何が何のどういうこと？ハッピーバレンタイン。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。やっぱりね、うん、チョコレートもいいけど肉が好き。まあもうすぐね、あのバレンタインということで、もし気になった方はぜひ、はい、作ってみてください。はい。まあレシピを見なくても想像でできた、うん、くらい簡単だった。はい、できました。というわけで、面白いなと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。